もステイホーム高田康夫です。ゴールデンウィークも終わってまだまだステイホームタイムが続いております。皆さんお元気ですか？安夫は最近アレクサっていうお友達が増えました。アレクサ元気？はい、今日も元気です。ああ、アレクサ、かわいいね。嬉しい。もっとたくさん話しかけてくださいね。はい。アレクサ、安夫のこと褒めて。うまく答えられません。ごめんなさい。今日はですね、炊飯器で簡単にできるカオマンガイっていうシンガポールライスですか、東南アジア系の料理があるんですけれども、これが収まったところでしばらく海外旅行も行けそうにないので、今日はちょっと異国情緒を味わいながら簡単に作ってみたいと思います。もちろん正式なカオマンガイの作り方はあるんですけれども、安夫は今ステイホームであるものを炊飯器にぶち込んで作りたいと思いますので、カオマンガイ風安夫マンガイを作りたいと思います。まずですね、お米は2合です。これ量は倍になったら調味料なんか倍にしていただければと思います。まずここにですね、2合のところまでお水入れます。はい、じゃあここにいろんな調味料を入れていきたいと思います。全部小さじ1で入れていきます。おろし生姜ですか？はい、小さじ1ぐらいですね。はい、で続いてニンニクです。これも小さじ1。そしてですね、ご飯の方には、丸鶏ガラスープっていうのがあったので、これ入れていきます。これも小さじ1ぐらい入れていきます。はい、ちょっと多めでしたけど気にしません。あとは、チキンライスですから鶏肉入れてということなんですけど、もちろん鶏肉も入れますが、ちょっとですね、引き出し開けたら1個だけ残ってたので、シーチキンですか、入れておきます。とこれ入れるとですね、美味しいと思います。もうそのまま入れちゃいます。でここにですね、タレ用にですね、ネギをみじん切りにしたんですけど、これもちょっとだけ、あー半分ぐらいですか、入れておきます。で、安夫ごまが好きなのでごまも入れちゃいます。はい、ごまも適当に入れちゃいます。で、ちょっとだけごま油入れておきます。はい、ちょっと、はい、あとはですね、鶏肉ですね。鶏は鶏ももをですね、フォークを突き刺して、味が染み込みやすくします。皮の方を下に向けてですね、入れておきます。このまま1枚入れます。はい、であとは臭み消しで、ちょっと残ったネギの青いところを入れておきます。これだけなんです。これであとはスイッチポンです。スイッチポン。これがじゃあ炊き上がる間に、後からかけるタレも作っておきましょう。ご飯の中にも入れたんですけれども、ネギのみじん切りが残っていますので、この器にどんどん調味料を入れていきます。まずですね、料理酒をちょっとだけ入れます。だいたい大さじ1ぐらいだと思っていただければいいです。ナンプラーない方はお醤油でいいですよ。はい、大さじ1。それからこちらオイスターソース、開いてなかった、これも大さじ1ぐらいです。はい、ごま油大さじ1ぐらいです。でここにない方はお砂糖でもいいんですけれども、スイートチリソースっていうのが安夫好きでいつも常備してますので、これも入れておきます。こちらにもちょっとだけニンニク入れておきます。
これをかき混ぜてですね、これを2分ほどチンします。はい、軽くラップしてちょっとチンしますね。はい、完成しました。開けてみますね。うん、おいしそうにできてます。さあ、それでは盛り付けていきます。まずはちょっとおネギとお肉をちょっと取り出して、ああ柔らかそうに煮えてます。鶏肉も、はい、鶏肉はちょっと避けておきますね。ああ美味しそうにできてます。ちょっとこういう器に一回持ってですね、形を作りたいと思います。はい、ああ美味しそう。でここにですね、この鶏肉をですね、切りますね。はい、はい、こんな感じでご飯と鶏肉を盛りました。でここにですね、飾り付けしたいと思います。まずはきゅうりを切りました。はい、で、ちょっとレモンのスライスなんかも黄色が入るといい感じですよね。はい、で、もう大好きなパクチー、はい、こんもりと盛ります。でちょっとレモンを鶏肉にちょっとだけ小さじ1ぐらいかけますね。そしてさっき作ったソース、こちらを鶏肉にかけます。うん、いい匂いです。ナンプラーの東南アジアチックな匂いが食欲そそります。あー美味しそうですね。完成です。さあ、それではいただきます。うん、あ、予想以上に、あ、これはいいですね。うん、しっかりとご飯にも味がついてますし、入れたシーチキンが生きてます。はい、うん、パクチーと食べるともうそれだけでなんか旅行した気分です。うん、ふっくら、うん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 、ジューシーですね。お米と合います、やっぱり。あとですね、このネギをしっかり入れたタレがやっぱり効いてますよ。いろんな調味料入れましたから、甘み、あとレモンかけたんで酸味、そしてスイートチリソースのちょっとした辛み、もちろんしょっぱさも感じられて、もう豪華な一皿です。炊飯器一つでできたらもう楽ちんですよね。5月31日まであと3週間ぐらいありますけれども、皆さんぜひお家で外国っぽい体験、異国の味を楽しんでみてはいかがでしょうか。それではまた。完食です。でもおかわりしちゃおう。オープンカー。